あなたはあまりにも他人のことが重要になりすぎてしまった。あの人は自分のことをどう思ってるだろうか。その人は自分のことをどう評価しているだろうか。世間の人は言う。一人でやったらできないことも、みんなでやったら夢は叶うって。でも本当にそうだろうか。実はみんなでやろうとしてたらできなかったことも、たった一人で立ち向かえば夢が叶うなんてこと、結構あるんじゃないだろうか。他人のことばっかり考えてる人って2種類いる。一つは他人からどれだけ分取るか。もう一つは他人にどれだけ与えるか。世間は言う。奪う愛より与える愛。でも本当にそうだろうか。僕は思う。本当は自分のことを愛してないから、どこか心の深いところで自分のことを憎んでしまってるから、その不満の解消として奪うか与えるか、そうなって現れてるんじゃないだろうか。自分のことを愛してないのに、ちっともハッピーじゃない人、ちっともハッピーじゃない人が誰かをハッピーにしようとしてうまくいくことがあるだろうか。多くの人々が良かれと思ってやったことが裏目に出て悩んでる、悲しんでる。実は僕もそうだ。ところで、人間、深いところから自分のことを愛してる人って、与えられた自分の命を愛してる人って、お祝いしてる人って、与えられた自分の体を愛してる人って、与えられた自分の心を愛してる人って、与えられた自分の能力を愛してる人って、与えられた自分の運命を愛してる人って、そんな人はただ存在するだけで、一緒にいる人をハッピーにすることができる。赤ちゃんはそうだ。大人になってもそういう人は稀にいる。ところで、このお話の主語のあなた、実は僕のことなんだ。